レヒーノ・サインス・デラ、マーサイ・ルイスは、スペインのギタリスト、作曲家。弟エドゥアルドもギター奏者兼作曲家であった。ブルコスの生まれ。10歳からギターを始め、サンティアゴ・ランダーチェの下でソルフェージュ、エウヘニオ、ロドリゲス・パスクワールにギター、ホセ、ニコラス・ケサーダにピアノを指示。1910年に、家族でサンセバスティアンに移住し、ヘルマン・センドウヤにピアノを。 ベルトラン・パゴーラに火星を、ルイス・ソリアにギターを学んだ。1911年には、ビルバオに行き、イラリオン・デローペの指導を受けた後、1913年に、マドリードで、ダニエル・ホルテアの訓導を受け、1914に、ビルバオのアリアーが劇場でデビューを果たした。その後は、バルセロナで演奏活動を展開し、ミゲル・ロベートや、アンドレス・セゴビア、 アントニオホセなどの知球を得た。1926年にはフランス、1927年にはドイツ、1928年にはイギリスに演奏旅行に出かけ、ギタリストとしての世界的名声を得る。1935年にはマドリード音楽院のギター科教授に就任した。1940年にはバルセロナとマドリードでのホワキンド・ドリーゴの アランフェス競争曲の初演でソロを務めている。演奏活動は1979年まで継続していたマドリードにて死去。ありがとうございます。